パンパカパーン、みなみです。ハイブエモーションです。はい、今回はなんと卒業企画第3弾、大塚みなみバージョンです。はい、ということで本日は一人の動画になっているんですけども、なぜかというと現段階でのファイブエモーションの体制が9月18日のイベントでラストとなるということで、その日になんとなんと私はみんなとお揃いのものをつけたいと思いまして、実は内緒でこの動画を撮っております。なんでみんなとお揃いのものをつけたいかっていうと、今までこの2年間一緒に活動してきて振り返った時に意外とお揃いのものってないなと思って、でもせっかく最後のイベントをやるってなって、皆さんの前で話したりとか踊ったりとかできる最後の機会イベントなので、そこでぜひみんなでね団結力を深めて最後の集大成を見せられたらいいなと思うので、みんなにお揃いのものを買っていきたいと思います。やっぱ最後のイベントなので、なんだろうな、身につけるものがいいかなと思ってて、まだ衣装とかも全然決まってないっていうのも聞いたんで、なんかなんだろうな、五右衛門らしさプラス個人のなんだろう色を入れられたらいいかなと思ってて、今後の五右衛門がどうなっていくかわかんないんですけど、あかりと丸がね今後も続けてくれるって言っているので、あかりと丸にも今後つけていけるようなものとかね渡していけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。せーの、レッツゴーレッツゴーバビュー。はい、ということでラフォーレ原宿さんにあるアクセサリーズブラッサムさんに来ました。そしてこのお店でみんなとのお揃いのものを見つけていきたいと思います。レッツゴー。どうしよっかな、みんなとお揃いのものだから、なんかピアス開いてる子と開いてない子がいて、ちょっと多分耳につける系は一旦パスしておいて行こうかなと思ってて、でアクセサリーといったら髪の毛結ぶのとかもいいかなと思ったんですけど、意外とイベントの時下ろしてる子多くて、みんな被らないように髪の毛入れるので、なんかイベントだけっていうのも寂しいから、普段使いもできるものがいいなと思って、今のところ私の候補的にはネックレスがいいかなと思ってて、多分シルバー派とゴールド派が分かれるので形が一緒なものが一番いいのかなと思ってて、なんか明かりは多分自分の星座のネックレスつけてて、カレン最近なんか多分変えたんだよね。心も変わってたし、マルもシルバー系が多いんで、ね、メンバーカラーでもありそうですね。しかもなんとなんと学生さんにもお手頃価格なものが多いので、もしね5人でお揃いだけど真似したいっていう方はぜひ来てください。なんか形違いでもいいかなと思ってるんだよな。普段使いしやすくて、でも5人で全員でつけられてって考えると、でも無難なのこれなんですよね。これかわいい、この2つゴールドとシルバーなんですよ。普段使いしやすくて多分どんな服にでも合わせやすいかなって思います。イベントの時つけたらみんな多分首元光ると思うので、かわいいかなって思う。なんか多分こうやってラインストーンとかついてるの絶対かわいいから、ちょっと候補だな。でも丸は圧倒的シルバーで、彼も最近シルバーが多いからシルバーの方がいいかな。比較的に明かり、私、心が多分シルバー系じゃなくゴールドが多いと思う。そこでいっかな。はい、今在庫を確認してもらったんですけど、ゴールドがなんと人気みたいで在庫がないということで、シルバーを3つにしてゴールドを2つにしてみました。誰が誰どれがいいのかな。
なんかこういう時にみんなの意見すぐ聞けたらいいのにってすごい思うんですけど、あとはヘアアクセがすぐそこにあるので、それもしメンバーカラーがあればそれにしようかなって思います。なんとなんとこちらカチューシャがいっぱいずらりと並んでるんですけども、あるじゃんメンバーカラーが。実はメンバーカラーがなんとなんとあるみたいで、このメンバーカラー、みんなでカチューシャとかしたことないからある意味可愛いかもしれない。これは普段使いできなかったとしても思い出には残ると思うので、春先にも使えるって思ってくれたら嬉しいですね。はい、ということで普段使いできるネックレスとみんなで思い出を作ろうと思ってメンバーカラーのカチューシャを決めたので、この2つをみんなにプレゼントしたいと思います。みんな待っててね。Yeah.
のメンバーが5人でできてすごい幸せだったし、だからとにかく応援してます3人のことすごく。で5人応援してくださって本当にありがとうございました。応援してください。いっぱい迷惑をかけたし、自分こういうキャラなんで、すごい振り回して台風みたいな2年間にさ私がさせちゃったみたいなところもあるんですけど、なんかそんな私を可愛がってくれてありがとうございました。本当それぞれみんな全然違う、もう個性豊かなメンバーなんですけど、この5人を今まで応援してくれて、まあ、ありがとうございました。まだ残るメンバーもいるんで、五右衛門から離れないでください。ありがとうございます。すごい仲いいメンバーなんですけど、その分表に渡さないぐらい気まずくなったりとか喧嘩したりだったとか、すごいいろいろあったんですけど、でも私たち全員自分なりにファンの方たちに不安にさせないようにさせたくないから、自分たちがどう行動しなきゃいけないかも分かってるし、お互いにお互い自分たちの個人の仕事もあって両立も大変だったんですけど、それをうまく乗り越えて、なんかこの2年間ちゃんとできてよかったなってすごい思います。このメンバーは離れ離れになっちゃうけど、ずっと私の家族だと思っているので、家族としてよろしくお願いします。ファミリーです。ファミリーです。私もありがとうございました。みんな着実に一歩一歩前に進めるように、誠心誠意一生懸命頑張っていきたいと思うので、一人一人の応援を、変わらぬご声援をよろしくお願いします。22日で正式に解散という形にはなるんですが、今日という日にここの会場にいてくださる皆さんに、ファイブエモーションのメンバーとして会えたことがすごく幸せです。多分この視界じゃなくて記憶じゃなくて景色は多分私の中でもうトップ3に入る宝物になったと思います。一番じゃないかな。一番なんだろう。自分と更新していきたいからさ。そうだ、ね、今は1位です、うん、本当に皆さん一人一人が大好きですし、本当に皆さんに生かされてる私たちだと思うので、皆さんの期待に応えられるように、期待をぐんと超えられるように頑張っていきますので、それぞれの応援もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで以上、ファイブエモーションでした。ありがとうございました。ゴーエモン。はい、ということで私の第3弾卒業企画終了しました。ありがとう。これ受注者取っちゃったけどね。そう、受注者取っちゃったけど。素敵なプレゼント。お風呂でも外さない。なんかさ、これをつけてさ。踊ったりしててさ、視界に入るたびになんかちょっと嬉しかった、うん、ね。なんかオーディション行くときとかつけるわ。え、確かにみんながいる気がして。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、ということで、第1弾の心、第2弾のカレン、第3弾の南と、卒業企画がすべて終了しました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガチでいい経験になりました。パラグライダーありがとうございました。ありがとうございました。三大珍味、三大珍味、ありがとうございました。プレゼントありがとうございました。ありがとうございました。カチューシャもありがとうございました。本当にありがとう、うん、楽しかった2年間楽しかったよ。なんか改めていいグループだったなって、うん、みんなのことが大好きって胸を張って言えます、うん、はい、はい、大好きです。ライブも楽しくて、はい、最後は泣いちゃいましたけど、はい、たくさんの人に愛されて、たくさんの人に支えてもらった2年間だったので、その今のこの気持ちを忘れずに今後進んでいく道でも、これを励みにして、そしてこれを糧にして頑張っていきたいなと思いました。明日 YouTube 生配信があります。はい、はいはい、9月22日明日は、私たちの現体制が終了という日になりますので、
ぜひ生配信で、先日のイベントに、お越しになれなかった方も生配信でぜひ、最後の瞬間を見届けていただけると嬉しいです。はい、はいはい、最後はみんなとね、今日来れなかった人も含め、うん、みんなと思う盛り上がれたらいいなって思うので、ぜひ見に来てください。お願いします。ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございました。次回の配信で会いたいよって方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。明日の配信でまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。